この過去を現状の乱世の先を築くのはこの宋孟徳よ。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心をつかんでいった。そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。惨憺たる有様よ、この国が核のすさみ貧しくなっていたとはな。曹操、あざ名は孟徳、花崗豚花崗園のいとこである。判断力、決断力に富む傑物だが、今は洛陽の一役人に過ぎない。黄巾の乱平定の命を受けた曹操は中原に赴く。だがその僧帽は騒乱のさらなる先を見つめていた。貧しさに喘いだ民らは立ち上がり、この地の悪政を跳ねのけた。しかし膨れ上がった彼らは自らを養うため、今では同じ民を相手に略奪なす暴徒と化している。規律を失えば人はたやすく野獣となるか。おお、殿、ここでしたか。お一人であちこち行かれちゃ困りますって。今の殿は一軍を預かる将なんですから。おお、それで殿か。お主も律儀よな。またそうやって茶化す。俺なりに気合を入れようとしてるんですよ。ああ、そうだ、向こうでトンニーが探してました。一度集まっときましょう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。はっ。へい、いらっしゃい。毎度どうも。なんであんなに偉そうなの。
猛徳、見るべきものとやらは見られたのか。そのために黄金鎮圧の任を受けたのだろう。うん、洛陽で役人などをしていても世の民の窮状は見えてこなかったからな。しかし世の荒廃はわしの想像以上だったわ。この辺の様子を見ると黄金島が全ての元凶ってわけでもなさそうですな。きっと他にも問題が。あ、失礼。お前たち黄金鎮圧のため集まったものと見たが。いかにも。お主もどこぞの将か。俺は孫文代、お前たちと同じ官軍だ。さっき石膏から報告があってな、黄金島の一軍がこの村を襲撃するつもりらしい。お前たちも防衛に手を貸してくれないか。この山上の村をさらに踏み荒らすか。分かった、わしらも協力しよう。そうか、感謝する。では共にボートを退けよう。村を狙う黄金の一味を掃討する。カコートン、カコーエン、ぬかるでないぞ。村を襲うなら今のうちだ。行くぞ野郎ども。我が波動の前に滅びよう。なんだお前ら、俺たち黄金島に立てつくとはいい度胸だ。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。見事だな猛徳。こりゃやべえ、とかさっさと逃げるに限るぜ。よし、心の黄金はこれで全部か。文句なしの戦果ってとこですな。うん、孫権殿の依頼は果たした。村に戻るぞ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。こちらへ向かっていた黄金の一軍は退けた。しばらく戻ってくることはあるまい。おお、やってくれたか。うん、声をかけた時も何か感じるものがあった。やはりお前たちは他の者らとは違うようだ。共に戦う者として頼もしい限りだ。協力感謝する。さっきは突然の頼みですまなかった。味方がお前たちのようなものばかりならいらぬ苦労はせずに済むのだが、さっきの騒ぎもまず董卓殿に報告したのだ。だが村一つ守ったところで手柄にはつながらぬと兵を出し惜しみされてな。領州の董卓か。こたびの戦で官軍を率いているのであったな。将兵がいないわけではあるまい。ならば奴には何か企みがあるのだろう。ああ、俺もそう見ている。奴のような不義の輩がいるからこのような乱が起きるというのに。いや、今それを嘆いても始まらんな。まずは一刻も早くこの乱を鎮圧し天下に安寧を取り戻さなければ。どうにも気な臭くなってきたわ。この戦い一筋縄では終わらんだろうな。そうだな、
敵も味方もどうにも怪しい連中ばかりだぜ。戦の備えは念入りにしといた方が良さそうだ。んじゃ、それぞれ支度を始めますか。終わったら村の入り口に集合しましょうや。お主ら官軍の者か。私たちは義勇兵です。苦しむ民を救うためこの戦に加わりました。公金として立った者たちも元は苦しむ民、できることなら救いたいのですが、そうも言っていられないのが悲しいところです。ほう、士官や名声が目的ではなく民を安んじるために戦に身を投じたとはな。志は立派よ。だが難しいであろうな。民を救おうとすれば時がかかる。時をかければ乱は広がり、より多くの民が苦しむ。今はこの乱を早く収めるほかあるまい。非常と移ろうが、結果それが多くの民を救うのだ。俺は栄飛と張飛ってんだ。腕っぷしには自信があるぜ。ま、よろしくな。拙者は関雲長と申す者。これも何かの縁、以後お見知りおきくだされ。いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。よかったら。蒼天すでに死す。光天まさに立つべしか。どうした猛毒。それは黄金の連中が唱えている言葉だろう。反乱に加わらずとも昨今の悪政に不満を抱く者は多い。聴覚を打ちこの乱を鎮めたところでまた別の乱が起こるだけであろう。蒼天すでに死すとはよく言ったものと思ってな。だがこのまま放っておくわけにもいくまい。長引けば反乱の徒はさらに数を増やすぞ。黄色の天ってのも砂かイナゴに覆われてるみたいでざっとしませんな。うん、お主らの言う通りよ。以下の大義を掲げようと規律なく暴れるならばただの賊よ。今はまず聴覚を打ちこの乱を収める。悪政を正し騒乱の元を立つのはその後よ。行くぞ。黄金刀の領袖聴覚を打つ。律をなくしたボートは止めねばならぬ。
見よ、これぞ天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。